最強ウードキング、堀田ゆめです。よろしくお願いします。はい、ということで、モンストニュース呪術廻戦コラボの詳細が来ましたってことで、見ていきましょう。虎杖悠仁からです。ってことで、虎杖なんですけど、使ってみたもね、出ましたね、6時に。はい、でそれ込みで見ていこうかなと思います。で、反射のゲージのアジンで、バランス型で、アビリティが超重力、超レザースト、で毒無効にゲージでアンチ元素壁にダッシュ、ストライクショットが極戦で、友情コンボが、反射衝撃波12に、貫通弱点ロックオン衝撃波5の非属性ってことで、どっちも非属性っていうのはやっぱコラボキャラいいっすね、友情コンボで。アビリティなんですけど、やっぱ元素壁持ってる、これがちょっと注目ポイントかなって思って、今やっぱ一番重要ありそうな28号区っすよね。僕はそうです。いや、俺もそうです。僕は28で一番やっぱ今回注目してて、はい。で、この虎杖の SS がやっぱり特徴的、触れた敵に、極戦で攻撃で、ゾーンに入るとパワーが一定期間アップということで、これもう使ってみたで、ね、見てたんですけど、なんかこの極戦、このランダ打撃、なんかデク的な感じに見えた。なんか弱点に直接当たってなかったけど、なんか倍率はもらってるなみたいな感じがしたんすよね。はい、なのでなんかデク的な使い方になるのかなって感じで、まあ実際倍率なんですけど、まあ結構の威力が出てたんで、ステージによってはワンパンするところもありそうで、28に関してなんですけど、まあ減速するほど攻撃力アップのステージなんで、まあ打撃系 SS なんで、まあレベル3にはなると思うんですけど、間違いないですね。で、弱点は関係ない、おそらく弱点外でも倍率ちゃんともらえるので、どこにあってもよくて、その状態で28でワンパン持っていけるかどうか、これは実際打ってみないとわからない、正直。もちろんパネルも触れてね、踏んで、うん、ボスに当たるっていう動きをすると思うから、それできるかできないから、もう俺的にはもう評価が断地なんだが、うん、マジで28でこれでどれだけ持ってくかで、だいぶ評価は変わるね、うん、正直友情コンボに関しては文句ないじゃん、非属性で、あそこをバジリスク削るに関しても結構強いと思う。ジンジャー溶かすに関しては、まあ他の手で抜かしたいけど、まあそれか他の手でちゃんと振り手に合うみたいな。そうだから、ほんと28で使ってみてどうかしたいだね、こいつの評価に関しては。で、忘れてたけど、その打ち終わった後もパワーがそのゾーンに入るとアップするってことなんで、これも気になるところで、これは友情にも乗ってくるから、うん、その時にどんぐらいの溶かしをしてくれるからね。はい、ってことで7に来ました。勝つの方言い方で、アビリティが超アンチダメージオールに闇属性キラーで、アンチ魔法陣、SS ターンチャージ、ストライクショットは統括時報、スピードパワーアップして統括時報で攻撃で、友情コンボが、超強オールレンジパレットで、サブが超強プラスマということで、砲撃型キャラですね、ナナミは。で、闇属性キラー持ってるんで、キラー相手には、友情コンボにも乗ってきますよ。まあ強そう。まあ強いでしょうね。まあ強いけど、この2つの友情を普段使いで使うかどうかって言われると、俺は使ってないっす。そうです、うん、そうだと思います、うん、だから俺は友情としてはみんなあんまみんなそうっていうイメージ今のところだと。まあ使ったら使ったら強いとは思う、すごく、うん、友情コンボに関しては。で、気になるとこね、ストライクショット、これがなんか弱点をさ 100% なんかこうやって分けてさ、うん、弱点絶対当たりようみたいなみたいな説明でしたね。そう、みたいな説明だったけど、まあこれがどういう感じなのか今だと不明だけど、その弱点出てない、弱点がない敵に対しても弱点倍率をもらえたらやばいよねって話変わってくるよね。話変わってくる。まあこれも使ってみたらね。そうだから結局見ないとちょっと分かんないかな、今言ったけど、うん、下手したらこいつめっちゃ強い可能性もあるんだよ。いや、あるよね。結構2段階目長いしね。22ターンなんだよね。うん。結構だね、ここからキラー乗ってくる倍率もあるし、ちょっと気になるところですね、こいつは。友情もまあまあ強いけど、うん、
強いと思うけど、やっぱストライクショットの注目度が高い。で、緒方翔子に関してなんですけど、ボス必中らしいっす。あれですね、善逸とかね、久我君とかね、一緒なんですね。まあ、それはもう、何も考えなくていいっていう面で強いよね。当てやすさナンバーワンじゃん。もう打ったら当たるとか。そう、そもそもだって、自走の部分で仕事もできるわけだからさ、あれで雑魚とかした後に、最後別に、ね、なんかビットンとか本、何やら気にしないでも、これがボスに当たってくれるのは嬉しいよ。そうだね。はい、てな感じで、なのに結構、まだ分からないところ。分からないけど、結構注目してきちゃうな、これは。はい、ってことで、いきましょう、次。はい、ということで、五条悟。はい、貫通のバランス型のマインスイーパー L にアンチダメージを、あ、超アンチダメージオール、状態異常レジストにアンチ元素壁ソウルスティール、ストライクショットが流域展開無料クッション。で、友情コンボはグロースフィアにサブ状況爆破拡散弾と。来たよ、グロースフィア。来ました。来たよ、トレノバ2世。そうそう。トレノバ2世って言っていいのかね、失礼じゃないかな。大丈夫だよ。大丈夫だよ。大丈夫じゃない。で、新しいアビリティがありますね。状態異常レジスト。HP75% 以上だと状態異常に一切かかんない。これ2エース。これめちゃくちゃ強そう。状態異常レジストマジ強いと思う。まあ、この友情キャラに見えるから、一瞬ね、クロスフィアとかついてるから、友情ゴムロックかかりませんよ、75% 以上だったら。もうその時点で普段使いしやすいよね。友情コンボロックしてるとこだと特に。で、まあ混乱とかも独特のもう全てですね。向こうにしてくれると。いやー、強いんじゃないかな、状態異常レシスト。はい。で、マイン L に超ダメージオール。マイン L もらってるの偉い。2.5 倍。いいっすね。これ M。M だったら、俺は嫌だったよ。L が嫌だった。はい。で、超アンチダメージオール。だからマシマシできるね。火力の。そうだね。1.3 度に 1.5。はい。で、減速壁持ってるんで、アルセーヌが行けないところに行ける。うん。それが強みかな。積み上げてきたよね。そう、まず。減速壁がないんで。そう。で、マインダメを減速壁持っちゃって、SS が、一定期間アップして、スピードとパワーが。で、ダメージオール、重力、ワープ、地雷、ブロックを無効化。オールアンチショット。で、こいつブロックも入っちゃってるんで、オールアンチの中に。本当のオールアンチです。真のオールアンチ。そう、真のオールアンチショット、ここで来ました。で、こいつで減速壁持ってるから、本当にだよね。もう全てのギミックに本当に。対応した。うん。これがオールアンチよ。もう他はもうオールアンチじゃない。もう言えないね。もう言えない。他はもうオールアンチショットって言えないっすね。はい。これが真のオールアンチ。さらに、敵の攻撃弾を増加させる遅延持ち。しかもこれが画面全体らしいっすね。触れなくていい。関係なく。関係なく。あの領域に入ってしまったらもう無力ショットだから。クラピカと似てるね、ガチで。SS 自体はかなり似てるから。クラピカは SS プラスアルファ的な。うん。で、クラピカはね、意外と事象があったからさ、毎ターンの。あと、状態異常かかんなかったりとかな。でも、状態異常レジストで実質そうだよね。実質ね。はい。なんで、まあ、こいつは強いっす。これ強いね。もうカタログスペックからしておバカさん確定で。わかる。はい。で、もう SS の倍率自体ではもう本当に一強状態。ぶっ壊れだな。ああ、ぶっ壊れだね。もうとりあえずこいつ1体いれば、すべてのところに行けてしまう可能性があるのがやばい。そう、そうなんだよ。アビリティとの前 SS 合わせたら全部いける可能性あるからな。全部いける可能性ある。ダメージ受ける系ギミックの2つもう対応してるから。いや、これすごい楽しみだね。やばいよ、これ。まあ五条って感じだね。いやそう、うまく作ったなって感じもする。なんかワンパン系の可能性もあったじゃん。あったね、うん、だけどこれなんかバランスよくどこでも強い感じにしてきたよね。だからそう、だからここまでさ、バランス高水準でやってくれるとさ、やっぱいろんなとこ連れていけるから。いろんなところ連れていける。すごいいいなって思う、本当に。え、ガチで五条に関してはどこでも連れていける感が、もう超万能キャラだね。いや本当よ、こいつ行ったらもしこわなそうだけどな。本当キャラ少ない人だったら別に本当どこにでも行ったりするできる。いや本当よ本当。え、やばそうこいつ。こいつやばそうっすねやっぱり。さすがさすが五条先生。あ、こいつさすがにやばそうだけど。はい、あとストライクショットの倍率を期待しましょう。はい、ということで、不思議ローとかも使ってみたら出てたんで性能が見ていきましょう。オートチャミにもらいました。う
制限死亡です、ヒノいや、ヒノ制限死亡でしょ、これこれさ、強いよねこれ強いよ制限クエでオートジャムに使えるでしょあとカウンターキラー乗ります以上に強いっすまあオートジャベリンってなんか結構そのエクスカリバーだとホーテッドの合わせが俺強いなと思ったんですけど制限だともうオートジャベリンだけでいいわいや本当にうんだってこれカンツガー3体は取っときたいねはいで藤崎野原なんですけど超マインスイーパー M に超アップ何これ超2つもらってるおやおや超2つもらってんなぁ絡む幻想壁に底力 M とこれ M 底力、うん、で SS が地層からの最初リフレクト的に共なりで攻撃し敵の防御力一定ターンダウン、うん、なんかこれもどれぐらい下げるのかが気になる防御ダウン、うん、これ下手したらナックルみたいな感じで楽しく使っていけるかも確かにで友情がクロススティンカーの砲撃かなとはいってことで術回戦のキャラ見てたわけなんですけど唐沢注目キャラなんすかすいません五条先です五条ね、はい、強いよなすいませ ん, ませんやっぱ強そうっす五条強いよな、はい、これもう強そうっすわ本当にあわかるな俺も五条かなさすがに強そうだなこれはまああとは板取りが28やってくれるかどうかとまああとはナナミンのねプリセスが気になるところだけど、はい、一旦今の段階では見た感じだと五条がちょっとやっぱヤバそうだなっていう感じが出てるんで、はい、ちょっと注目して使ってみたら多分明日でそうっすね今日あのやつ出てんで板取りとか出ちゃってるんで、はい、ちょっと注目したいと思います楽しみですね日曜日からってことなのでねもうすぐです。はい。はい、ってことで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ワルチュエリンボー俺最高ロッテリールテンションマックス貴様式者よ汝が戦い見事なる